はい、皆さんこんにちは、海部修です。今日はですね、ニッコール Z28400F4-8VR、 これをですね、運動会にですね使ってみます。今回ですね、このレンズをですね、お借りしてですね、3度目の運動会なんですけど、今日、最終的にですね、これ使ってですね、どのような印象を得たかという話をねしますね。で、今日の機材はですね、Z9 に28400-8VR をメインで使うんですけどもね、サブにですね、もう一台 Z9 ですね、これにですね、1430、これコンパクトでね、機動力あるんですよ。これ14ミリから30ミリの F4S。このレンズはね、報道とかね、取材系の仕事でね、もうバリバリ使っていましてね、もう大好きなレンズです。この14ミリとね、14ミリから30ミリね、そして28400ね、これを組み合わせることによってですね、超広角の14ミリからね、超望遠400ミリまでですね、カバーできる2本セットになります。そして、スピードライトですね、これは、プロフォトの A10 ですね。でこれを使いますけど、今日はですね、ストロボそんなにねめちゃくちゃ高ないと思いますけどね、まあ、もしも、ね、トラブルが起きた場合はこのですね、日清の MG80 というねスピードライトを使います。でそして、レンズね、念のためですけどね、今日は、運動会のですねプログラムのね競技を全部撮っていくんですけど、それだけじゃなくてですね、閉会式の後にですね、今日は中学校の撮影なんですけどね、学年、ね、6クラスか7クラス、ね、これそれをですね集合写真を撮らないといけない。だから、28400でですね、集合写真も撮ろうとは思っていますけどね、念のため予備のレンズとして24-124S を持ってきています。はい、そういったね今日はねセットです。そして Z9 はですね、予備電池はですね、まあ、2台とりあえず使うんですけども、予備電池は2個持ってきてます。はい、でそれではじゃあ今日撮影をしてみますので、皆さんそれではまた。はい、皆さん、今ですね、運動会のですね、昼休憩の時間です。今日はね、Z28400F4-8VR をですね、メインで使いまして、今午前中のね競技の撮影を終えたんですけれどもね、まあ、今回の運動会でこの28400を使い始めて3回目なんですね。でやっぱり今3度ですね、今運動会の途中までですね今撮っているんですけれども、この28400はですね、まあ手放せないレンズというか、まあこれね、運動会をね撮るならば、もうこれ1本買った方がね、まあいいんじゃないかなってね、まあ確信したぐらいに良いレンズでした。でオートフォーカスがねどうなのっていうね、コメントというか、質問がありましたけれども、やっぱりですね、ガッとですね、ピントを大きく外して、そこからですね、被写体に、遠くの被写体にですね、ピントを合わせるには多少時間はかかります。でただね、F マウントの 28-300-3.5-5.6 のですね、レンズをお使いの方だったらばですね、まあほぼそれと同じ感覚で使えるんじゃないかなっていう感じですね。まあだから、ある程度あらかじめですね、大体このあたりに被写体が来るぞっていうところにね、ピント合わせていけば、ほぼ問題がないので、仕事でですね、運動会を撮る上でですね、ほとんど問題がないと思います。で、それと、あとですね、これ28400のね、一番最初の製品紹介の動画でもね、ご説明してるんですけれども、手ブレ補正がですね、すごく安定していてですね、すごく、操作しやすいというかね、そういう感じなのでね、はい。すいません、ちょっと話の途中でですね、一回途切れました。それでね、28400なんですけどね、これはですね、やっぱりクロップするとね、600ミリ相当のね、超望遠になるでしょ。で、Z9 をね、私このボタンを押すとですね、もうワンプッシュでね、クロップができるようにしてあるんですよ。で、もう一回ワンプッシュを押すとね、FX に戻るというふうにしてあるんで、そうするとね、瞬時に400ミリが600ミリに切り替わるわけですね。で、そうするとですね、遠くの被写体、をですね、アップで撮っていて、で、その被写体がどんどん近づいてくると。で、私は、コーナーのアウト側に、まあ、いてですね、そこをですね、目前を通過するですね、選手をですね、
ぐっとね、もうその一気にその600ミリで遠くで捉えてくるんですよ。で、それで近づいてくるとですね、もうガッとこう、ね、それを広角側にですね、切り替えて、28ミリで、ね、目前、直前をですね、私 の, あの直前をですね、目前を通過するですね、選手がですね、ガッと広くですね、後ろのですね、校舎などをね、入れてね、イメージすることもできるんでね、やっぱり交換、レンズ交換をせずにですね、28ミリから400ミリまでの焦点距離のレンジが使えるというのはね、とてつもなくね、機動力がアップします。で、それで、その28-400で、やはり28ミリだと、広角側が足りないというシーンがね、まずあるわけですよ。で、それはですね、開会式。開会式のですね、選手宣誓。で、選手宣誓はですね、まあ、例えば6クラスぐらいね、ある学校ですとね、その6クラス分の色分けがしてあってですね、そのですね、各、色のですね、段のですね、段旗を持った、人がですね、選手宣誓をね、する、人のね、後ろをガーッと囲むわけですね。で、そうするとそこでね、1430。ね。この超広角の1430が活躍するわけですよ。ね。だから、この1430の 4S のレンズ。これがね、コンパクトでめちゃくちゃいいんですよ。これね、鎮度式でね、これね、これ大体、確かね、間違ってなければですけど、約 570g ぐらい。のね、軽いレンズでしてね。これ普段の取材でもですね、かなり狭いところを撮らなきゃいけないようなシーンがね、取材現場に行くまでわからないでしょ。で、それでね、行ってみてね、これを持っているとすごく助かるんですよね。で、それで今日も運動会でですね、選手先生でこの1430を使って、ドワッとね、広く、撮りました。それでこのですね、スピードライトを発光させてですね、選手のですね、顔が影にならないように、ね。光をね、当てて撮りましたよ。まあでも28-400はね、かなりね、やっぱりいいです。で、まあやはりね、まあ、このですね、まあ運動会が終わってからね、まとめたことをね、また補足しますけれども、まあやはりね、これはね、なくてはならない感じに今なってきましたね。で、私は、ニコール Z24 から200のね、4から 6.3VR をね、持ってるんですけどね、まあ、それではね、やっぱり望遠側が200ミリですから、で、クロップをして300ミリにはなりますけれどもね、やっぱりクロップをして600ミリになる、この28-400はね、これかなり、やっぱり今回良かったです。だからもう、運動会用というか、もうね、これはね、まあ、学校行事とかもね、撮られるね、カメラマンさんはね、ぜひ、Z をお使いの方はね、これを、思いつかれてもいいと思いますよ。まあ、ネックはね、やっぱり20万円ぐらいのね、約20万円の、まあ、販売価格はそのぐらいなので、それをどうするかっていうところだけなんじゃないですかね。うん、まあ、オートフォーカスも手ブレ補正も、すごく安定しています。ね。で、まあ、あとですね、まあ、ただその、開放 F 値が F8 なんで、ね、ISO はね、かなり上げて使わないといけないようなシーンも、覚悟してしまえば、それでよしと。ね、そこのところが気になる人だったら、やっぱり大口径のね、2.8 のズームとかを使うしかないです。ね、でもやっぱり、このね、28-400の4から8の VR は、1本で、ね、広角の28ミリから超望遠の400ミリまでカバーできるというのが、もうめちゃくちゃ機動力をね、増してくれるんで、そこら辺がね、やっぱ魅力ですね。はい。で、それではじゃあ午後からの、撮影に行ってきます。はい、皆さん、運動会がですね、終わりました。今日は暑かったですね。まあ、6月1日なんですけど、今日は、なんか、当初はね、週間天気予報では雨が降るような予定でして、ね、まあ、なんとか、雨が降らずにですね、なんとかなりました。で、今日はですね、このニッコール Z28-400、F4 から8VR をですね、これをですね、メインで使いましたよ。でただ最後にね、まあ、3年生のですね、中学の3年生ね、3年生の、学年集合ということで、全部でそうですね、170名か180名ぐらいでしたね。180名のですね、集合写真は、どうしてもちょっと28ミリでは足りないのでね、距離もあんまり引けなかったので、で、このですね、1430を使いました。やはりね、この1430はね、持ってると、すごく役に立つレンズですよね。これね、結構ね、
いいんですよ。いざという時にね、助かるレンズ。はい。それで、今日はですね、各クラス写真はですね、あ、ごめんなさい。ちょっとカメラ揺れましたね。大体36人ぐらいなんですけど、一クラスがね。で、このですね、28-400で撮りました。まあ、集合写真もね、安心して使えるんでね、まあ、これ一本で、まあ、いろいろと撮れると。で、ただまあ、やっぱり超広角が必要なシーンがね、どうしてもあるんで、その際には14-30を使ったと。いうところでしたね。で、ただ、この28-400なんですけどね、今回、まあ、これ出た時にですね、ニコンさんにお借りしてですね、その時に結構私、仕事が忙しくてですね、いろいろと試すことができなかったんですが、で、今回は運動会を3回分ですね、撮りました。この28-400で。まあ、やっぱりね、ちょっと途中でもね、言いましたけどね、これは、超望遠の400ミリ、ね、28から400ミリまでですね、まあ、無段階でね、使えるということで、特にクロップを併用すると、ね、クロップを併用すると、400ミリが瞬時にね、600ミリになるんですね。600ミリ相当の画角にね。で、そうするとですね、そんだけのクローズアップでドーンと撮っておいて、それからですね、その被写体がどん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 カメラに近づいてくるというところをね、このズーミングでもってですね、まあ、例えばこうやってガーッと伸ばしてますよね。で、ズーミングでだんだんこうね、近づいてきて、こうね、広く映して。そしたらもう、ね、例えばコースの、カーブのところでね、構えていてですよ。もう直前をですね、私のもう間近を通り過ぎるね、選手を、全身を撮ることもできるということで、ものすごくね、やっぱ焦点距離のレンジが広いというのはね、機動力がアップします。だからやっぱりこれですね、まあ、ニコンさんに返してしまうと、まあ、私の手元には、ニコル Z24-200 の 4-6.3VR しか残らないわけでね、まあ、こういった仕事をですね、ちょっと受けるときにはね、この28-400がないということは、すごくなんか心細くなるぐらいにですね、今回この、ね、28-400 4-8 の VR はね、かなり良かったです。で、それで、細かいことをね、申し上げますとね、コメント欄でもどのような設定で撮ってるんだってことがありましたんで、まあ私の場合は、まあミラーレスですから、ね、EVF で、まあ適正ロスが、まあ大体判断できるじゃないですか。だから、マニュアルロス、ね、シャッタースピードと絞りをですね、マニュアルロス M モードで撮ってます。ね、そうするとね、もうオーバーアンダーが、もうね、このファインダーの中でわかるんで、それでシャッタースピードをですね、上げ下げ、まあ、早くしたり遅くしたりとかしてですね、ね、例えば露出を調整したり、あと ISO をね、例えば上げ下げしてですね、露出をコントロールしたりとかします。で、それで、あと AF に関しては、ね、AFC モード、コンティニュアス AF ですね、ね、AFS ではなくて AFC モードでですね、撮ってます。で、それで、このですね、オートフォーカスはですね、私は以前は、親指 AF で、この AF オンボタンをね、押してね、オートフォーカスを使ってたんですけど、最近は、まあ、直子さんと一緒に仕事していてですね、直子さんが半押し AF 使ってるんで、で、私も半押し AF でですね、バレエの舞台撮影をしているので、ね、だから、もう今、このですね、スポーツ撮影というか、運動会の撮影も半押し AF で撮影しています。それで AF エリアなんですけど、AF エリアはですね、真ん中のですね、ワイドエリアの S、ね、ワイドエリアの S を使うか、カスタムワイドエリアで横に広くですね、横に広い、こう棒状ですね。ね、横に広くしたもので、例えば横一列に並んでくるですね、徒競走などですね、何人か、まあ、一番もう前に来た人にピント合わせるって時のためにですね、横長のカスタムワイドエリア、ね、にしたりとかしてますしね。で、それだと、拾いすぎる。横にいろんな選手をね、拾ってしまうような場合にはですね、スポット的な AF に切り替えて撮ってます。で、ここが私は、この ISO ボタンをね、押しっぱなしにすると、AF エリアをね、変えれるようにしてましてね。まあ、これを押しながら AF エリアをガガガッと変えてですね、ね、その時ですね、テキストの時の状況に適した AF エリアに切り替えて撮っておりますね。まあ、でもまあ、ほとんどですね、AF エリアをですね、被写体にですね、きちんと捉えておけば、まあ、ピントはきます。で、ただどうしてもね、狭い、エリアのですね、AF ですと、やっぱり自分がですね、AF エリアを、
主要な被写体から外してしまった瞬間にですね、まあ、後に、要はアトピーになったりとかしますけどね、それはまあ自分のですね、使い方のやっぱ問題なのでね、そこら辺を工夫すれば、28400の場合には、ほとんどですね、運動会の仕事ですとね、問題なく、ね、AF 作動も、できました。ね。だからもう安心して使えるというか、まあこれはこれでね、慣れていけばね、もう全くもってね、問題ないし、ね、何度も言ってますけれどもね、機動力が最高に、ね、よろしいレンズ。ね。まあワイドの28ミリから、ね、400ミリの超望遠までがですね、この1本でこなせてしまう。というところがね、やっぱ魅力ですね。で、これ、今、現時点で、まあ、6月1日なんですけれどもね、今日の時点で調べてませんけど、これね、予約しても3ヶ月ぐらい待ってしまうようなね、ことをね、少し前聞いてたんで、まあ、今からね、予約してね、じゃあ10月の運動会に間に合うかって言ったらね、まあ、どうでしょうね。ギリギリかな。6、7、8、まあ、なんとかなるかな。ね。ですからね、もしもね、このお父さんでね、運動会で、まあ、これを使ってみたいって人はね、もう早めにね、予約をされた方がいいと思います。で、やっぱり先ほど私が言いましたようにね、超望遠の400ミリでですね、クローズアップしておいて、で、それで、どんどん近づいてくるね、子供さんをですね、こうワイドにこう、ね、この広げていって、画角を広げていけばですね、ね、結構ね、クローズアップのところからね、間近のところまでね、追い込んで、追いかけて撮ることができます。だからね、そういうね、ことが可能なね、レンズ、それが28400なので、ぜひこれはね、望遠ズームとは違う魅力がね、ありますね。それは、やはり望遠は望遠だよと。ね、例えばワイドはワイドよというようなところ、ね、ワイドというか、ね、これはワイドズームですけど、ね、例えば24-120だったらば、ね、まあ、120ミリまでがね、限界、望遠は。ね、それで、でもこちらは400ミリまで OK というところでね、やはり自由度が増すというかね、まあ、とにかく、まあ、私なんかは仕事なんでね、このレンズを持って、運動場のですね、端から端まで、もう、歩き回ってというか、走り回ってね、撮れば、なおさらですね、このレンズの機動性がですね、ね、活用できるというかね、機動力アップになりますね。だからこれはもうカメラマンのね、武器と言っても過言ではないというふうに、今回は、もう実際に、もう本気でですね、運動会で使わせてもらってですね、そう思いました。まあ、だからやっぱり先ほどもね、まあ、言いましたけどね、やっぱり24200の 46.3VR しか持っていない私としてはね、もしもね、学校写真のね、仕事をね、秋に受け負うんだったら、これはね、持っておきたいなっていうふうにね、思いますね。まあ、だからね、今日の動画でも言ったじゃないですか。ね、とにかく、まあ、ネックはね、20万円。ね、販売価格はね、約20万円というね、値段なので、ね、それが、ネックだというふうなぐらいでね。まあ、あとは、もうこのレンズを活用してですね、あらゆるイメージをですね、キャプチャーしてしまうと。ね。やはりね、後でね、後処理でね、どうのこうのっていう、まあ、トリミングも、まあ、できたりはしますけれどもね、やっぱり物理的に、ね、この光学系、ね、このレンズでもってね、ね、画角をね、どんどん変えていけるっていうのはね、すごい魅力でした。まあ、このですね、ズームリングのね、この回転もですね、この個体に関して言うとね、適度にね、重たいんですけどね、重たすぎず、ね、結構ね、止まりもいいんですよね。だからもう全然こうやってね、下向けてもね、ずり落ちてこう前にガーッと伸びることもないですね。はい。それで、あとはですね、私が Z9 を使ってますけどね、Z9 のボディとね、この28400のね、レンズはもうナイスバランスですね。もう400ミリにね、してもね、全然ね、重たくもない。で、それで前重心にならない。ね。前が重たくならない。ね。まあ、あくまでもこれ Z9 でやっててね、思うってことですから、Z8 とか、まあ、ZF に使った時はね、少しまたバランスが違うと思いますけどね。まあ、Z9 につけて使うともう、全くもってね、ね、問題がないどころかね、すごくね、心地よい撮影ができる。ね、それが、ニッコール Z28400、4から8の VR ですね。はい。で、今日はね、何枚撮ったのかな、全部でね、ね、今日はね、そうか、さほど行ってないな。ね、5500枚ですね。全部でね。で、5500枚。で、それで、こっちのね、カメラでですね、撮ったのは、これはもう集合写真とか、
ね。そういったものなので、そんなにこっちも撮ってないかな、こっちはね。こっちはもう、ですね、200枚ですね、200枚、200コマ。ね。で撮ってましてね。はい。だからもう、今日はそのぐらいのレベルだったんですけど、ただやはりね、ミラーレスはね、電池を食うっていうね、コメントいただきましたけど、確かに、電池は食います。それは、スタンバイの状態が長いからね、その間、ずっとまあ、ね、電源が入ってるじゃないですか。ミラーレスの場合はね、EVF もついてるしね。で、ということで、やっぱり電池はね、ある程度、使います。だから、当然予備電池はいっぱい持ってきます。で、それで今日はですね、Z9 の、この電池。ね。EN-EL18 シリーズね。ね。18D かな、これね。EN-EL18D。これをですね、1本丸々使いました。で、それで今2本目をこれ突っ込んでですね。ね。で、あともう1、あとですね、これは予備ですけど、これは使わなかったですね、これはね。ね。で、それで予備は2つあってですね。まあ、そういったことで予備の2つのうち1個入れたので、予備が1つ余ったということですね。はい。だからそういう感じなんで、まあバッテリーもね、持たないよっていうふうにね、心配されるのは、デジタル一眼レフを今現在使っていらっしゃる方はね、そう思われるかもしれない。で、ただ私は、Z6 をね、3台、もう結構早い段階ね、ニコン D5 とか、ニコン D500 をね、使っている、段階でですね、Z6 を3台入れましてね、で、Z6 用の電池はね、もう必ずいっぱい持っていくんですよ。ね、もう現場にね、8個とか持っていくの。ね。それで、電池はね、まあ、ある程度、なくなりも早いなっていうようなことは感じたんですけどね。ただ、やはりね、なんだかんだ言って、ミラーレスのメリットっていうのはね、今日も動画の中で言ったじゃないですか。この EVF でもって、適正ロスがね、もうはっきりわかる。ね、だから、マニュアルでどん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 撮っていけるしね。で、例えば、今日なんかも、晴れたり、ね、照ったり曇ったり、照ったり曇ったりね、太陽が雲にね、隠れたり、ね、あと照ったり。ね、それがですね、やっぱりその状況に応じてね、状況によって変わってくるわけですよ。で、それはもう EVF でね、ね、もうバッチリとね、わかるんでね、そこら辺が、まあ、やっぱりミラーレスのメリットだと思います。だからね、そこら辺はミラーレスのメリットで、もう全然電池が、のなくなりが早いっていうのはね、カバーできるし、あと私のように完全にミラーレスに移行してしまってます。私は。で、その場合にはもうミラーレスの電池のなくなり方にもう慣れてるわけですね。で、そうなると、この電池がいくつ必要かなんてもうわかりますんでね。で、だからこのね、電池なんか私ね、何個持ってると思われますか？で、この電池ね、全部で6個持ってますよ。ね。で、6本持っていて、それでもう、たくさん必要な時はね、たくさん持っていく。ね。それで、でも、これは、PD 給電ができる。この Z9 は。だから、PD 給電ができるですね、バッテリーをね、モバイルバッテリーを持っていって、これに接続をして取ることもできます。で、だから、まあ、電池は、なくなりは早いけれども、それはもう全然慣れでカバーできるし、あと、まあ、今日もですね、1本は丸々使いましたけど、まあ、そのぐらいのレベルで Z9 はね、済みますんでね。だから、まあ、運動会レベルのね、やっぱり仕事でですね、まあ、そんなにね、電池も、3本、4本使うことはありませんでした。はい。で、それであとですね、スピードライト。で、スピードライトはプロフォトの A10 を使いましてね。で、これで集合写真撮りましたけど、これはもう、かなりいいストロボです。すごくね、使いやすい感じだし、あと、背光バランス、光の背光のバランスが、なかなかいい感じですね。で、それで、今日は、サブにですね、ニシンのね、MG80 プロを持ってきたんですけど、これは使えませんでした。これは結局その、ね、プロフォトが壊れることはなかったんで、これを使えませんでした。で、これね、ニシンの MG80 の場合は、リチウムイオン電池をですね、4本、バラで4本入れてます。で、これが電池交換するときにね、それぞれもうバラバラバラっというふうに入れていくんですけど、それが、ニシン、ごめんなさい、プロフォトのね、A10 ではね、ここの前の、ね、このバッテリーを、ワンタッチでね、取り外して、で、あと予備電池をワンタッチで取り付けるというところでですね、これのプロフォトの方がですね、電池交換しやすいですね。はい。まあ、それとあと、ニシンの MG80 はね、もうこれはぶっちゃけ言いますけどね、TTL とマニュアルがですね、これ誤作動しちゃうんですよね。おでこがここに当たっちゃってね、これによって TTL とね、マニュアル発光がね、誤作動しちゃってね、ちょっと良くないなっていう思うんで、ここのボタンが押しにくいように、ここにですね、周り、このボタンの周りにですね、出っ張ったですね、シールというか、スポンジのようなものを貼ってる人もいるぐらいで、ここがですね、ちょっと、使いにくいなと思いますね。まあ、でもその、マシンガンストロボの MG80 は、これは、発光管がすごくね、焼きつきにくい
ものなんで、これも今何年も結構ね、酷使してますけどね、未だにですね、壊れることなく使えてます。ただ最近は、直子さんがですね、プロフォト A10 を使ってるんで、私はプロフォトに、を使い始めたんですけど、まあ、これはこれですごくなんかいい感じで、仕事ができてます。はい。まあ、今日はね、本当に、皆さんね、6月1日は、ね、学校写真の仕事をなさってる方ね、本当に皆さんお疲れ様でございました。おそらく今日は運動会、雨で流れてなければね、皆さんも暑いところでですね、頑張っていい写真をね、たくさん撮られたと思いますけれどもね、ご苦労様でございました。本当にお疲れ様でした。やっぱりね、今回この28400は使ってみて、まあ、結局ね、悪いとこなしですわ、本当に。あ、でただね、これもね、完全に別に容赦する動画ではないので、まあ、実際これですね、今日の撮った感触だけでなくて、今日が3回目の運動会じゃないですか。ね。で、あと、1回目、2回目の運動会に関しては、もうパソコンでね、出来上がった画像をちゃんとチェックしてますんでね。で、それで言うとね、やっぱりまあ、運動会もまあ、あらゆる、光の向きで撮っていきますからね。だったら、まあ、順光があり、遮光線があり、あと半逆光があり、逆光がありね。まあ、いろんなシーンで、まあ、いろんな、多くの生徒さんを撮っていくわけですけどね。そうしたらね、やっぱりある程度ね、前玉に光がバーッとね、入るような、すごく、眩しいようなね、シーンではね、多少、コントラストが落ちるようなね、ところはありましたけれどもね。ただもう全然画像処理でね、なんとかなるというレベルに収まってるしね。まあ、これはもう大まかに言えばですけど、ね。もう逆光にもね、ある程度強いレンズだと思います。だから、逆光でですね、ふわーっとね、フレアが出てしまうと。ね、内面反射でね、ふわーっとですね、白くなるってことはね、なかったです。はい。だからこのレンズフードはですね、まあ、やっぱり 400mm 相当で使うときには浅すぎるということでね、あんまりその望遠にした時のね、効果はないと思うんですけどね。ただまあ、今日はこれノーフィルターでやってますね。まあ、後でしっかり掃除しますけどね。もうノーフィルターでフィルターも使ってませんのでね、もう全くね、逆光性能というのはですね、問題なく、使うことはできました。はい。ですから私もね、まあ本当にこれね、動画のね、まとめでね、私が実際どうするんだというところでね、買うんか買わないかっていうようなことになるでしょう。で、私もね、学校写真とかね、報道写真とかのね、仕事が多ければね、これ買いますわ、これは。本当に。これね、もう20万円の価値はあります、これは。はい。まあそれで私は1430と組み合わせて使います。ね。そしたらもう完璧ですよね。で、それであと24120も持ってますんでね。ね。あとは現場に応じて、ね、使い分けていけばいいと。それで、24200の4、6点、ね、F4 から 6.3VR をどうするかというふうなことなんですけどね。まあ、それはそれでね、もうせっかく買ったものですからね、手放さずに、やっぱり高倍率ズームのね、良さというのをね、活かして使えるシーンで使いたいなと思いますけどね。ただまあ、28400と比べると、ね、24200はね、今現物は手元にはありませんけど、もうちょっとこれね、鏡頭も細いし、ね。あと、口径も小さいのでね。まあ、少し小ぶりなわけですね。まあ、だからそういう、まあ、あんまりね、望遠効果が必要ない時であれば、ね、24200でもいいんじゃないかなって気がしますね。はい。まあ、だからもうとにかく、あれですわ。4から8、ね、28400の、ね、絞りの開放 F 値はね、F4 から F8 まで可変するズームでございます、これは。ね。で、だから、それがですね、暗くてね、仕方ないなぁと、もうダメだなっていうふうに思われたら、もうそれは当然ね、2.8 のね、明るい望遠ズームを使うしかないですよ。ね。例えば、14-24-28、ね。あと、24-70-28、ね。そして、70-200-28。もうそれをね、3本使うしかない。ね。まあでも皆さんでもね、何度もね、しつこく言いますけどね、そんだけ重たいものを持っていかなきゃいけないのは仕方がないよ、ですよね。暗いシーンだと。ね。どうしても暗いところで撮らないといけない。ね。暗いシーンを何とかイメージしていかないといけないときは、日発ズームとか、あと単焦点レンズの 1.49 のね、レンズとかね、1.2 のレンズのとかを使ってね、撮っていかなきゃいけないという撮影もあると思います。で、しかし、ね、28400で撮れる、ね、可能性、ね、シャッターチャンスっていうのを、シャッターチャンスを逃さずにね、取れる可能性っていうのはね、もうやっぱりね、これはこれでね、やっぱりでかいなと、思うんですよ。はい。
ですからね、あの28400迷われてる方がいらっしゃいましたら、もうぜひね、これはね予約してね見てください。本当にこれはね、本当今回3回の運動会でねバリバリ使いましてね、もうすごく良かったです。はい、でそれでは皆さん、もう今日もね長々とね、なんだかんだね、同じようなことを繰り返し話しましたけど、まあ、結局ね、文句のつけどころがないというねことだったので、まあちょっとある意味ね、ある意味残念なところもありますけどね。はい、じゃあニッコル Z28 から400のねズームレンズでございます。はい、それではまたですね、赤山修チャンネルをご覧いただければ嬉しいですね。チャンネル登録もねよろしかったらお願いいたします。はい、でそれでは皆さん、さようなら。